いや、同じ日本車でこんなに違うんだ。めちゃめちゃすごいな。皆さんこんにちは。住所はレゴブルダー。ヒロゲーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら。レゴスピードチャンピオン、トヨタ GR スープラです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは2年前に発売されたレゴスピードチャンピオンです。このトヨタスープラがレゴスピードチャンピオンで2番目の日本車です。個人的にはホンダの NSX を出してほしいです。はい、箱はこのようになっています。ちなみにこちらを買ったのは去年の年末に神戸のコストコで買いました。ここにトヨタのロゴがあって、下には GR スープラ。今回この車体がめちゃめちゃかっこいいです。はい、箱の後ろはこんな感じです。これが実際のトヨタのスープラです。はい、それでは開けます。いきなりシールが出てきました。あ、今回のシールは、え、嘘、待って、シール2つ入ってるの。いつもだったらシールドシート1枚なんですけど、今回僕の中にはなぜか2枚入ってました。これシールの一部の模様とかが違うってわけないですよね。これすごいな。そういえば最近の動画でクッパ城のクッパの一部のパーツがエラー品だったんで、なんかお詫びみたいなのかな。いやでもそうではないですよね。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと、ホイールの入った袋が1つと、車のベースが1個、説明書とシールドシートが入ってました。はい、それではレゴスピードチャンピオン、トヨタ GR スープラを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。個人的に思ったのがめちゃくちゃ黄色いです。はい、それでは今からこちらのシールを貼ります。せーので、はい、完成。トヨタ GR スープラです。もうさすがと言ってもいいぐらいめちゃめちゃ完成度が高いです。ちなみに今回組み立てにかかった時間はシール貼りも含めて50分かかりました。はい、改めて近くで見てみるとこんな感じです。今回のスープラは黄色が基調になっていて、一部黒色になってます。この配色がめちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すとこんな感じです。
今回の配色はほとんどパーツ別で色分けされています。ちなみにシールは透明のシールで、一部にこういったプリントが施されています。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。あの箱の時点で気づいたんですけど、今回のシールは全部分割になってます。つなぎ目部分が目立っちゃうので、ここは正直一体化して欲しかったなって思います。そしてこちらトヨタの車のマークです。車のマークもしっかり再現されているのが、さすがレゴスピードチャンピオンだと思います。そしてグリル部分はこのようになっていて、今回のグリル部分は黒のタイルパーツになってます。いつもならギザギザのブロックパーツとかでグリル部分再現されてるんですけど、今回意外とシンプルです。はい、そして横から見るとこんな感じで、横から見たスープラのパーツ密度がめちゃくちゃ素晴らしいです。はい、そして上から見るとこんな感じで、今回こちらのボンネット部分にはシールはありません。じゃあ操縦席も見ましょう。はい、操縦席はこのようになっていて、スープラは2人の2になってます。操縦席の配色は黒色と赤色だけになっていて、めちゃめちゃかっこいいです。後ろにはトヨタのマークとスープラ、そして GR のマークがあります。そして排気口はこのようになっています。排気口の作りについては今までのレゴスピードチャンピオンとほとんど一緒です。タイヤがついてますので、このようにコロ走行ができて、でさらに今回タイヤのホイールがもう一つついてきますので、付属するミニフィグのスパナを使ってホイールを交換することができます。僕個人的にこのホイールが好きなので、今回はこのホイールでいきます。はい、じゃあ付属するミニフィグを見ましょう。全体はこのようになっていて、あの毎回スピードチャンピオンで好きなのはミニフィグのジャージですね。正面には GR で、後ろにはトヨタのロゴがあります。そして今回こちらのミニフィグなんですけど、ヘッドパーツがついてきますので、このように顔を変えることができて、さらにこのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。ではミニフィグを乗せましょう。乗せ方はいつものレゴスピードチャンピオンと一緒です。はい、こんな感じです。そしてこのままこのようにコロ走行で遊べれます。今回のスープラもめちゃめちゃよく作られていて、本当に素晴らしいです。めちゃめちゃ言ってるんですけど、早くホンダの NSX を出してほしいです。はい、それでは最後はいろいろと比較しましょう。まずはこれですね。じゃーん、日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。いや、同じ日本車でこんなに違うんだ。めちゃめちゃすごいな。正面から見るとこんな感じで、裏側はこんな感じです。ちなみに大きさなんですけど、両方とも同じ高さと同じ幅になってます。僕、日本車のこの2台並べられたのがめちゃめちゃ感動的です。じゃあ続いてはちょっと前にレビューしたマクラーレンエルバと並べるとこんな感じです。あ、なんか色合い的にフェラーリと並べたらすごいスーパー戦隊感があるなちょっと持ってこよう。フェラーリ F8 トリビュートを持ってきました。あ、なんか配色的にこの並びめちゃめちゃいいですね。正面から見るとこんな感じで、はい、そして後ろから見るとこんな感じです。後ろの排気口の造形はもう全然違いますね。じゃあ次はお気に入りの一つのランボルギーニと並べるとこんな感じです。はい、正面から見るとこんな感じで、後ろはこのようになってます。じゃあ最後は僕のお気に入りの、はい、僕のお気に入りのジャガーのフォーミュラ E と並べるとこんな感じです。正面から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。この2台高さは一緒なんですけど、フォーミュラ E の方がちょっとだけ全長は長いです。はい、レゴスピードチャンピオントヨタ GR スープラはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオントヨタ GR スープラを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたスープラはめちゃめちゃ良かったです。まず今回のスープラもめちゃめちゃパーツが使われていて、いろんなところを再現しているのがめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。で、あとは個人的にレゴスピードチャンピオンで日産 GTR 以来の日本車なのでめちゃめちゃ嬉しかったです。で、あとそれとフェラーリ F トリビュートとマクラーレンエルバと並べると配色的にめちゃくちゃいいので、僕はこの3台を並べるのがめちゃくちゃお気に入りです。もし本当に出るのであったら、何度も言ってるんですけど、ホンダの NSX をぜひ出してほしいです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならイエーイ